皆さんこんにちは東中野教会の牧師の浦上みちるです今日も明日の礼拝に備えた手術礼拝の目想を共に始めていきましょうこの手術礼拝の目想では明日の日曜日の意味や聖書のわかりやすいお話をいたしますどうぞ気軽にご参加くださいでは最初に共に明日の聖書箇所につながる賛美歌を一曲歌いましょう 三味二21をお持ちの方は三味二21をご準備ください。三味二21の337番、たたえよこの日の1節と2節を共に歌いましょう。 子羊イエスは 明日は主の昇天を覚えた日曜日曜となります主、つまりイエス様が天に帰られたことを覚える日曜日ですねこの主の昇天を記念したというこの日は初期キリスト教では見られなかったお祭りとなっていますもともとはイースターから50日目にあたるペンテコステ聖霊降臨祭の時に もう一緒に、ペンテコストの時に一緒に祝われていたお祭りだったようです。この日、この種の昇天に関する一番古い伝承は、386年の司、えー、教クリストストモスの説教に、このことが言及されています。えー、ここから、まあ大体4世紀頃に、この種の昇天が守られるようになったということが見ることができ、 まあ5世紀頃には西東両方の境界で広く祝われるようになっていましたこの種の昇天日がイースターから40日目にあたる時として祝われたその背景にはまあイースターを境としてイースターから前ですねイースターの前の灰の水曜日からイースターまでが四純節の40日間そして イースターから後の40日間を主の昇天の日として設定したっていうところが考えられます。だからイースターを起点として40日40日で廃の水曜日から始まりイースターイースターから始まって主の昇天40日でバランスを取ったんですね。そしてその10日後の聖霊降臨祭はまたこの 復活説の最後の日曜日として主の焦点とは分けて言われるようになっていきましたですので実際にイエス様がいつ天に変えられたのかはっきりした日付は分かっていません福音書の中でもそれぞれ描かれ方記され方が変わってきますので実際は分かりませんがそれも含めて味わっていきたいと思います それでは、えー、聖書を開きましょう福音書の朗読はルカによる福音書24章44節から53節までルカによって記された「主イエス・キリストの福音」「主に栄光」「イエスは言われた」 私について、モーセの立法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、 三日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。と。エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの承認となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは、都にとどまっていなさい。 イエスは祖国から彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして、祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを不死拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて、神を褒めたたえていた。我らの主、イエス・キリストの福音、キリストに賛美。 では今日もこの聖書箇所につながる絵画をご紹介しますはいここちらですこの絵画は20世紀のドイツの画家ゲブハルト・フーゲルという方が描いた「キリストの昇点」と名付けられた絵画ですお神秘的な絵となっていますねこのイエス様復活して実体を持った そして一緒にご飯を食べていたこのイエス様がふわっと浮かんで天に帰っていく様子が描かれていますそして下の方には母マリアそして弟子たちの姿も描かれていますこの手を,上げ手を上げている姿勢が、まあ、祝福を先ほどの聖書箇所にもありますように手を上げて祝福されて た。そして祝福しながら天へと帰っていくようなそういう姿なのかなと思いますキリストの昇天を祝った日曜日ですそれでは今日の箇所をともに見ていきましょう今日の箇所は復活されたイエス様が弟子たちを祝福しながら天へと帰っていかれる様子が記されたそんな箇所です その中でも特に今日このルカによる福音書の中で見つめたいのは48節に記されているあなた方はこれらのことの承認となるという言葉ですこれまで私たちはイエス様は何をなさったのか、まあ、何をしてくださったのかという過去のことについて聖書を開き何度も そこを読みながら福音を味わってきましたこれは2000年前の出来事ですイエス様が何を行ったのかということですしかし一方で私たちはまあ普段あんまり考えないかもしれませんがこれからイエス様は私たちに何をしてくださるのかというこの現在のことそして未来のことについては あんまり考えていないというところがあるんではないでしょうかまあ言い換えれば過去のことは素晴らしいって読みながらも未来のことについてはあるいは現在のことについてはあまり期待していないというところがあるんではないでしょうか私たちキリスト社の信仰やまた生きる力っていうのは自分で作り出していく。 自分から発信していくものではなくて上から与えられるものです上から与えられるとは今生きて働いておられるイエス様がこれから私たちの間でまた私たちの未来で新しいことをしてくださるということを感謝を持って受け止めるということですイエス様はこれまでも 多くの恵みを私たちに与えてくださいました。私たちはこれからも多くの恵みを私たちの将来に向けて注いでくださると信じています。過去のことに目を向けて、このイエス様のまた神がなさった素晴らしい技をしっかりと見つめながらそこでとどまってしまうんではなくて今働いておられるイエス様そしてまた 未来に働いてくださるイエス様に、あるいは神様に、しっかりと目を注いで、またそのことに期待をしながら歩んでいきたいと思います。過去と未来の承認として、共に歩んでいきましょう。では、共に主の祈りを祈って、この会を終わりましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン皆さんの上に、 神様の豊かな祝福がありますように祈ります父とこと聖霊の祝福があなた方一同の上に豊かにありますようにアーメンこれで手一礼拝の目送を終わりますではまた礼拝でお会いしましょう